wanna fly so high and no my wings are dry 翼を上げばって人は言う。皆さんこんにちは、しゅうがさんです。今はね、千葉県のいすみ市大原駅だってね、はい、大原駅に来ております。で本日は大原の駅から九十九里の方までね、こう海岸沿いをサイクリングしていきたいと思います。大体全長34キロかぐらいですね。はい、九十九里のサイクリングロードっていうのは多分銚子の方まで続いてると思うんですけど、今日はね、行きたい目的地がね、ちょこちょこやっぱりあるので、まあ距離は短めに、ちょっとまあ観光をブラブラしながらサイクリングしていきたいと思っております。てか今日さ、暑すぎてさ、もうギャッツビーしか勝たんよ。もういい匂いとかもう関係ない、ギャッツビーしか勝たん。こういう日はもう無理、暑っ。早速レッツゴー。じゃあ早速スタートしていきましょう。いやマジでね、本当に久々のサイクリングなんですけど、やっぱ海はテンション上がりますね。あと洋服もちょっと今日爽やかにしたんだよ。サングラスもいつものやつね。ここのいすみ市というか、まあ海岸は、大原の海岸はサーファーさんとかがいっぱいいるのかな。結構来るときにね、なんかサーファー向けの店とかがいっぱいあったんですよ。そうだから波がいい感じ、オリンピックに選ばれてんだっけ、ここ忘れちゃったな。すごい、見て、ようこそ大原海水浴場だって。すごっ。なんかさ、ルートじゃないんだけど、ちょっと中入っていい？ OK、 いいよ。すごい、道路を砂で埋まってる。これさ、ちゃんとさ、かき分けて掃除してくれてる人がいるんだろうな。こんな道路だけきれいに砂かぶらないってありえないもんね。走れる。
いっていうかもう今来てるんだけど、めっちゃいい場所じゃん。何なのここ、今までで一番かもしれない。うん、綺麗だし、すごい綺麗。何これ、キャンプファイヤー、なんかキャンプ誰かが作ったのかな、東北で。これは、ちょっと待って、砂に埋もれてる、砂に埋もれた道面白すぎでしょ。何これ、よかったロードで来なくてここですね、これ県道九十九里一宮大原自転車道千葉県、そう、そういうこと。え、嘘でしょ、これ、え、これ、しまった、普通の道だこりゃ。そろそろ鳥居のある場所かな。今日は私が寄りたい一つ目のポイントがもうすぐなんですよ。え、放置してるじゃん、立ち入れ禁止じゃん。オリンピックなのにってことは見れないのかな。嘘でしょ、ちょっと待って、嘘でしょ嘘でしょ。本当は鳥居が見れるところ行きたかったのにどうにかして鳥居のあるとこ見れないかしら。ここからだったら見れるかもしれないから、ちょっと行ってみない。鳥居は見えませんね、ここからだと。わからないな、どこにあるのか。しょうがない、うん、工事中ということでダメでした。はい、また次の目的地行きます。この辺もほんとサーファーさんのためのエリアって感じですね。キャンプとサーファーって感じ。うん、お店も場所ももうサーファー様より、てかサーファーさんめちゃめちゃいたね。うん、服もいっぱい干してあるし、ウェアか上半身裸の人がいっぱいいたからねちょいとカフェみたいなとこでも寄ってみるか。あれなんですね、一応行きたい場所ってあるんですけど、ここのチキン&チップス。今回お邪魔したのはチキン&チップスさん。すごいね、おしゃれな見た目の外壁と店内もね、かなりおしゃれなお店で、ランチボックスとかになっているので、海辺にね、ご飯を持って行って食べることもできます。お店の方に許可をいただいて店内撮影しました。はい、私これ回せやばいよね、めっちゃベトベト、気持ち悪でこんな感じなんですよ、ボックスが。はい、私は生ハムのサラダを頼ませていただきました。かぼちゃとかレンコンも入ってて、とっても美味しかったですよ。はい、いただきますからのごちそうさまでした。ありがとうございました。カラス喧嘩してる。あー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 おーすごっ、うわーえーめっちゃ喧嘩してんじゃん、どうしたの、おこじゃん、え、その取り合い、あー私が引き裂いた感じが、でも多分
また後でやるんだろうな、バトル。もう仲良くした。左方向。え、待って、え、これよいしょ、これか。おや、では軽く参拝させていただきましょう。サザレ石、サザレ石、これが日本の国歌、君が代に読まれているサザレ石ですね。サザレ石のサザレ石。そう、これをね、そう、海外の方とかもいるし、こう見せたかったんだよね。こういう感じよ。OK? OK? 美しくない？次に向かうのはね、芥川荘なんですけど、知ってますか？そう、芥川龍之介がね、確か大正3年と5年あたりに滞在してた場所だったと思います。で、現在は、なんだっけ、有形文化財だっけ？そう、なんか文化財になってるんだよ。その辺は知らないんだけど。そうそう、すごい工事ばかりで、目当てのものがさ、結構見られないことがあるね。それはショックだ。でも私のリサーチ不足ではあるんだけど、でもまたさ、次来るときの楽しみ。もう、通行止めよ。通行止め。助けて。どうし、助けて。ここに書いてあります、国登録有形文化財ということで、はい、ちょっと歩ってみていいですか？ここはマジで興奮しちゃうな。
昔の芥川龍之介さんの思い出を話すんですけど、あの羅生門っていうのを高校生の時に勉強してたんです。で、学生時代って文章をあの句読点ごとに読んだりするじゃないですか。丸がつく感じで読んでくんですけれども、ちょうど私の席の2人くらい前の子かな、前の前の席の子が、カラスのクソが点々とこびりついているっていう文章を読んだんですよ。その子なんかなぜか笑ってて、1人目の子があの笑っちゃって読めなかったんで、2人目の子もそこを読めって言われて、そしたら2人目の子もカラスのクソが点々とこびりついてって笑い出して、ダメ、はい次あなたって言われて、私も立ってまたカラスのクソが点々とっていうのを読まなきゃいけないんですよ。もうなんかね、笑いの連鎖で私も止まらなくなっちゃって、なんかあの羅生門も真面目に勉強できませんでしたね。それがもうずっと頭にこびりついて、あクソだけに羅生門だけにねこびりついたというお話でございました。あ、そうなんですね。これでね、決まったんだよ。はい、いや、中は舞台だからね。恐れ多いな。だから中はほら抜いて上がってさ、はい、ただあの触るとね古いもんだから壊れるものがあるんで、はい、ゆっくり上がってよ、せっかくあれで。どうぞ。ありがとうございます。先生は書いてらっしゃったのでそっかね。はあ、呼吸になりそう。あ、ここだな。おじいちゃんが言ってた。こっち行っちゃダメだよって有料道路だからって言ってた。てかさっきのおじいちゃん優しすぎない？帰りも気をつけて帰るんだよってめっちゃいい人。いやなんかさ、こういうサイクリングの醍醐味ってさ、こういう人との出会いもね、うん、人からよくしてもらうと私も人によくしてあげたいなって思うよね。ここからね、九十九里の町の方まで行きますよ。何？親の未来、親の未来、どういうこと？なぜ親の未来、あの子は綾波レイが好き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 。やった、九十九里タウン、イエーイ。ゴールです。多いのでやっぱね、クロスバイクの方がおすすめかなと思いました。でも結構海なのでギリギリまで自転車乗り入れることができるし、この辺もちゃんとコンクリになってるのでめっちゃおすすめの場所です。サイクリングとしては超最高、海好きには超最高の場所でした。はい、ということで皆さん、ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。今日もいいライドができましたよ。はい、いやマジ楽しかったからね今日、本当に、うん、はい、それでは皆さん次回 あのサイクリング動画でお会いいたしましょう。バイバイ。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。グッドボタンで、はい、バイバーイ。Baby
ことだ。